フランシスコ・デ・パウラ・サンタンデールは、コロンビアの軍人、政治家。ラテンアメリカの独立運動における英雄。コロンビアの初代大統領。1792年4月2日、コロンビアのククタに生まれる。父親は、カカオのプランテーションを経営する裕福なクリオーリョだった。13歳で、ボゴタに留学し法学を学ぶ。 1810年7月20日、コロンビアがアントニオ・ナリーニョの下で独立を宣言すると、独立運動に身を投じた。同年10月26日、軍役につき勝位となる。重なれで、スペイン軍と戦い、その後、ベネズエラのアプーレに逃れる。コロンビアとベネズエラの国境地帯でジャネーロの指導者として徐々にその名を知られるようになり、 シモン・ボリバルと出会い彼の部下になる。1813年以来、ボリバルの下で頭角を表し、1818 18年に順位賞に昇進。ボリバルは彼に勝利を組織した男との名称を与えた。サンタンデルの肖像。サンティアゴ・マルティネス・デルガドが1819年8月7日のボヤカの戦いでスペイン軍に勝利し、コロンビアの解放に成功。 1821年11月3日、大コロンビアの副大統領に就任。ボリバルの南米解放闘争を支援し、彼の右腕あるいは腹心とみなされていたが、次第にボリバルとの政治的な意見の相違が目立つようになる。連邦制を唱え、中央集権を取るボリバルと対立。1826年には大コロンビアからの、 ベネズエラの分離を画策するホセアントニオ・パエスと対立し、ボリビアから帰国したボリバルは、サンタンデルに全権を与えて、反乱に備えるが、ボリバルがパエスに恩赦を与えたことから関係が決裂。サンタンデルは副大統領を辞任する。同年3月にはペルーでサンタンデル派のコロンビア軍がサンタンデルを支持して、反乱を起こすなど不穏な情勢になった。 こうした中で、1828年4月に開催されたオカーニャ会議では、大コロンビアの維持と中央集権制の強化を図るボリバル派の意向とは、裏腹にサンタンベル派が勢力を増したため、両派の対立は激化。6月、対立と混乱を収集できずに会議は閉幕した。1828年8月27日、ボリバルが事実上のクーデターで、 終身大統領に就任、サンタンデルは解任され中アメリカ大使に任命される。これを機に、連邦派の不満が募り、サンタンデルは10月28日を起して、ハンボリバルクーデターを計画するが、9月25日には、サンタンデル派のペドロ・カルー保証皿による、ボリバル暗殺未遂事件が発生。ボリバルは、愛人のマヌエラ・サイエンスの起点で辛くも、難を逃れ。 暗殺は未遂に終わった。この事件で14人が処刑され、事件への関与を疑われた、サンタンデルも死刑を宣告されるが、彼が暗殺の防議に参加したという証拠はなく、また、ボリバルの暗殺に反対したという事実が判明した、ため、国外追放に減刑され、フランスに亡命した。その後、サンタンデルは、イギリスやドイツ、アメリカを転々とし、 1830年に、ボリバルが、コロンビアのサンタマルタで結核のために亡くなると、ボリバル亡き後の大コロンビアでボリバル派のラファエル、ウルダネータ将軍が政権を維持していたが、ボリバルの死後はサンタンベル派の勢力が拡大し、ウルダネータ政権は崩壊、ウルダネータはヨーロッパに追放された。大コロンビアの崩壊後、コロンビアは、ヌエバグラナダ共和国として再編成される。 1832年に帰国したサンタンデルは、ヌエバグラナダ共和国の初代大統領に就任。奴隷貿易の廃止、公教育の拡充、保護貿易による産業の振興など優れた政策を行った。1837年に大統領職を辞し、晩年は共和国議会の上院議員を務めた。 1840年5月6日、ボゴタで波乱の生涯を閉じた。死因は短石私生活においては、シクスタ・トゥリア・ポントニ・ピエドライタという妻がおり、フランシスコ・デ・パウラ・ヘスウス・バルトロメという息子と3人の娘がいる。サンタンベルの聖かサンタンベルの銅像。メデジン解放者ボリバルと対立したことで、一般的な評価は、決して高いとは言えないが、 サンタンデルが行った政策については、後世の歴史家から高く評価されている面も多い。特に教育では、ジェレミ・ベンサムの功理主義を採用し、当時の世界でも最先端の教育改革を行った。サンタンデルの死後、1863年に制定されたリオネグロ憲法は、教会権利の制限、最大限の個人の自由、言論、 出版の自由が明記され、フランスの文豪ビクトル・ユーゴは憲法を読み、ここに天使の国がある、と絶賛したと言われる。コロンビアはしばしば南アメリカで最も古い民主主義国家と呼ばれるが、サンタンデルは法による支配の確立を試み、その礎を築いたという点で、彼が残した遺産は評価に値すべきものがあろう。 2000コロンビアペッソ紙幣に肖像が使用されている。ありがとうございます。